内です。なおこです。このチャンネルは百名山踏破を目指しながら夫婦で登山を楽しむチャンネルです。登山が好きな方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。さて今日は長野県の三次郎牧場というところに来ています。今から美しが原に登りに行きます。美しが原の上の方は雪がふかふかしているそうです。そこを昨日ゲットした和感で、歩いていくのが楽しみです。では行ってきます。レッツゴー。まずは塩くれ場っていうのを目指します。その途中に曲がりくねって登っていく道があるって、それを百曲がりコースと呼びます。今回はその百曲がりコースを通って美しが原まで登っていきます。今日は違う山に行く予定だったんですけど、それでストックを忘れてしまって、まあピッケルを使ってみようと思って持ってきたんですが、長さが足りてないです。全然足りない。なんか傾斜が急なところがあったら使えるかもしれないけどね。そうね、一応使えたらいいなと思って持ってきました。百曲がりの前期に来ました、うん、上の何木が凍ってて綺麗です。すごい、すごい綺麗。これからちょっとナイゼに履き替えようと思います。うん、ナイゼンに履き替えました。だいぶ歩きやすくなりました。今から百曲がりを上がっていきます。1時間半ぐらい登りそうです。頑張ります。頑張ります。暑いですか。暑い。だからめっちゃ急で暑いな。ああ、まだまだ。まだずっと登りが続いてます。めっちゃきついっす。まだ半分しか行ってないです。美しが原で実は車で一番上まで行けて、一番上の平らなとこを歩いて楽しむっていうのが、メインな楽しみ方なんですが、今回は車で頂上には行かず、三次郎牧場というところに停めて、そこから500メートルぐらい上がるコースを行ってます。というのも、まあ、つくしが原の上まで行くのは、車のチェーンとか四駆とかじゃないと厳しい時もあるみたいなので、今回スタッドレスを履いてはいるもののちょっと不安だったので、山頂で車まで行くのは諦めてこのコースを行ってます。でもこのコースもなんか人も少ないですし、歩きやすくて雪山の練習になってとってもいい感じです。あれ御嶽、その隣なんだろう、雪かかってない。あ、すごい。あれ何から
右側、うん、あすごい雲海が、なんか鳥がいます。御嶽山とか景色が見えてルンルンになった真子が鳥になって登ってます。ピッケルどうですか、使えてますか。何ピッケル使えてますか。長かった百曲がりもそろそろ終わりです。今95曲がりぐらい来ました。数えた？え？数えてた？数えてはいません。百曲がりの坂を登りきりました。やったきつかったでーす。きつかった、眩しい。1時間半以上登ってました。そして後ろにはアルプスの絶景が見えます。絶景です。絶景です。今からあの有名な美しの塔に向かいたいと思います。草はありません。草はありません。見て。有名な山々が色んなのが見当たってます。中はどうですか？コンクリート。コンクリート？あったかい？そんなことない。そっか。次は大賀島の山頂を目指します。まっすぐ行ったら40分に着くんですけど、アルプス展望コースっていうのがあるので、そっちの方を通っていきたいと思います。アルプス展望コースに着きました。
から大川島まで 2.2 キロ歩いていきます。パノラマコース半分ぐらい終わりました。うん、あと半分あるよ。ホテルはでも近くに見えますね。あそこまで20分、25分ぐらいでしょうか。お昼休憩までもう少しです。頑張ろう。大川島まであと 200m のとこまで来ました。山頂とホテルの休憩所があっても頑張ります。休憩スペースで食べさせていただきます。ありがとうございます。外が寒いので助かりました。助かりました。ではいただきます。最後の分岐に来ました。こっからあと40分で駐車場まで帰れます。ちょっともう日が暮れてきたので、日が暮れてもう大丈夫なようにヘッドライト準備しました。残念でした。はい、ただいま無事下山しました。下山しました。めっちゃ疲れました。なんとか明るいうちに降りてこられました。9時間ぐらいかかりました。コースタイムは5時間ぐらいだったのに、やっぱ冬山は時間かかりますね。かかりますね。美しヶ原の雪原歩きが想像以上にしんどかったです、うん、ね、まあ、北アルプスも見えて楽しい雪山になりました。ちなみにさっき行ったホテルはこの辺にあります。見えてたんだね、初めからね。下りは一気に下ってきました。とってもホテルもなんかとても綺麗だったので、また泊まりに行って、泊まってからその次の日朝日を見たりしたいと思います。
今日の登山はここで終わりです。バイバイ。お疲れ様でした。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。